ナタ美容室でございます。どうもよろしくお願いします。さあ、ということでお久しぶりでございます。日向美容室、約何ヶ月ぶりですか？ 3 ヶ月ぶりぐらいですか。竹内さんが切ってくれるっていうことで、ちょっとお言葉に甘えて、ちょっとやっぱプロのカット気持ちいいんですよ。めちゃくちゃ気持ちいいんで、ちょっとね、やってなかったんですけど、僕は久々にやりたいと思います。水濡らしてくる。じゃあこれ一回外す。いいよ。わかー。よし、久々にお願いしますよ。くせえ頭臭くねえだろ、頭は。さあ、まあ今日もね、いつも通りな感じでお願いしますよ。もうだいぶやってないんで忘れちゃいましたよ、感覚。いや、覚えてるよ。覚えてますか、うん、やっぱ技術というものは体に染み込むんですかね。そうだよ。なんか怖いな、久々だわ、この怖い感覚。怖いんだー。ねえ、痛いよ。ん、なんか変な音したよね。行くぞー。ハゲてない？ハゲてないよ。もうめっちゃ伸びたね、あんた。なんで？すごいよ。嘘。ええー。こんなに？うん、それ切りすぎてない？切りすぎてないよ。あ、めっちゃ伸びたね、ヒロ。電池ないみたい。充電不足？なんか元気ないもんね。元気ないでしょ。うん、バリカン。電池じゃないこれ？充電？あ、充電式だ。充電式です。充電しながらできるの？あ、わかんない、どうだろう。そこ置くとこじゃないから、そこね、ここ置くとこじゃないから、ここ置くとこじゃないから。お、元気になった。元気になった。おはようっつったよ。言ってねえよ。 お前それが聞こえるのは重症だぞ、お前。はい、ありがとうございます。ここからあのやっぱ技術を見せていただいて、ハサミになりますからね。てか俺もう色がさ、根元が真っ黒だよね。この動画マジで俺座ってるだけなんだよね。本当にさ、こんな楽していいのかっていう。はい、切りまーす。お願いします。あ、でもなんかこう分かるね、長いのが感覚で分かる首でしょ。今まではさ、こうなんていうの、刈り上げの部分でガードされてたから感じなかったけど、直で当たると分かるわ。長っ。マジ？大丈夫だった。お前の皮膚強靭すぎだろ。前が重いっすね。ちょっとそうっすね。そこそこそこ。Just me! 怖っ！今この距離を歯が通ってったんだけど。あ、嘘、マジ。ごめんね。怖っ！はい、ということでとりあえずカットは終了しました。こんな感じでーす。なんか坊ちゃん感がすごいんだけど、大丈夫かなこれ。いた。よし、とりあえずこれを洗い流してセットしていきたいと思います。はい、ということで髪を洗ってセットしてまいりました。ということでだいぶ短くなりましたね、うん、お見せしましょう。3、2、1、じゃじゃーん。こんな感じでございます。ちょっと最近セットしてなかったから、セットの腕が落ちたっていうのもあるかもしんないんだけど、なんかね、やっぱばらつきやすい感じはするかも。切ってもらった時の髪型は。どうですかね。だいぶ短くなってね、ここがね、出るようになりましたから。前髪短くしろっつったから、めっちゃ短くしたらさ。ちょっと前髪がね、やっぱね、重くてよかったかもしんないね。痩せたら、いい髪型になりますよ。ということで、恒例のやついきたいと思います。あ、出た出た。本日の、Today's日向美容室ポイントは、ナイティー90点でございます。まあまあ髪型としては全然僕は満足いくような形。お前チョコ食ってんじゃねえよ。髪型としては良かったと思います。すごく気持ちよく切っていただいて、痛みも少なかったというか、まあほぼなかったでいいんですけど、刃先が危ねえ。髪型だけに対してなんて、いや、それはもう関係ないですから。全部含めて今日の日向美容室のポイントは90点ということで、やっぱこのハサミのね、先端がここに来るっていうのは怖いですからね。目に入りますよ、もうちょっとで。先端恐怖症とかじゃない。危ねえ。ということで、まあ10点減点ということになりましたね。はい。なんだよ、その不満そうな顔。ということで、楽しんでいただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
痩せてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録は右下の登録ボタン、もしくは画面下の登録ボタンからよろしくお願いします。セカンドチャンネルもあるよ。よろしくね。バイバイ。